熱い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 。どこ置いていいのかな。いいんじゃない。ふさ夫婦。おはよう。おはよう。おーい。寒。7時だよ。朝一の景色はどうか。オープン。今の気温はマイナス12度です。手が顔洗っただけで死んでしまう。ここが我が家、そしてここが我が家のユキッチン。ユキッチン、おお、すごい。昨日なんか見えなかったけど、ユキッチンです。ここ皆さん使ってください。風も避けられますよ。ここでガスコンロとか使えばいいと思います。手がつけた。さよなら。ただいま。これはなんだね。私が家でピザ生地を作ってきました。嘘です、まあ、クーラーで冷凍してたので今から解凍して発酵を待ちます。今日は石窯でピザ出す。あ、ピザ出す、ピザ出す。まずは洗い物をしに行きます。なんとここ定山渓自然の歌キャンプ場は、歌じゃない、あ、森キャンプ場は、あ、村キャンプ場はお湯が出るので、今お湯が出る炊事場に向かっております。どっちだ、まっすぐ行って、お、行けるのではないか。近道だ。あっち通らなきゃよかった。え、だいぶ近道で、学校みたい。おお、売れんのかな、こんな寒いのに。食べるタイプになるじゃん。そう、炊事場に到着。なんか本当に学校の修学、宿泊研修とかで使いそうな場所だね。夏場とか来るんじゃない。お湯が出てくれて助かりました。滝野みたい。滝野行ったことないんだって。小麦粉、コーン、バジル、トマトソース、チーズ、明太子、ベーコン、ウイチー、ツナ、もち。石窯でまずピザを作っていきます。まずは打ち粉として小麦粉を少々垂らしていきます。どう、麺棒あるだけでチーズね。え、買っといてよかったね。前回なんかさ、サランラップの木なんだっけ、芯でやって。じゃん、もういい。はい、はい、はい、まずはオリーブオイルを少々。大変。え、凍ってる？ガチガチ。マジ？うん。ちょっと、え、マジ？やばい。いや、待って。
まさかの。あ、なんか復活した。ほんと？いいよ。あ、いいんじゃない、大丈夫なオリーブオイルでしょ。ベーコン切ります。うん、いいんじゃない。そんなに本当にいらない。え、だってベーコンまだ半分ある。頑張って夜で作ればいいんだよ、そのベーコン。頑張って。 OK。 決して皆さん参考にはならないと思います。なんで？汚いから。見た目じゃないから。1個目完成。ピザ。バチバチに決まるから。明太？明太マヨにします。元コンビニバイト店員の私がかけるマヨネーズ。はい。コンビニマヨ使う？可愛くとかっていうのがよくわかんないんだよ。食うんだから一緒だろ。可愛いんかこれが。あ、なんかまだあるよ。いいよいいよ、それは今度ちょっと、うん、じゃあちょっとコーンも乗せますかね。すごいね、何カロリーですか。いいんだ、キャンプは全てゼロカロリー。できました。釣り上げていくんですね。はい、釜の中で。釜の中に、はい、こんな感じですね。はい、で、これをこう入れるんですね。はい、うん、で、それももう一つ入れていただいて。はい、うん、そうですね。はい、で、この、なるほど。こんな感じで、はい、この中に作っていただきます。はい、なので、まず一つ、最初に、これを取り外してから。あ、取ってみますね。取って、はい。いいね。はい。はい、注意事項としては、正面には立たないでください。はい、炎がこう出て、キノコが飛びます。はい、で、まあ、ナイロンみたいな感じになるので結構穴開いちゃったりしますので注意してください。はい、で覗くとこう横からこう見る感じ。わかりました。はい、じゃあまず火をつけてください。お、いいんじゃない。入れちゃえばいいじゃん、中に。あお、すぐつくね、すごいね。まあまあ、いい感じになってきた。まあ、これで手が出していただくと、上と下では全然、うん、やってみて。全然違う。本当。うん、これを上にお願いします。まずじゃあバジルピザ。オン。こちらマルゲリータでございます。はい。出します。はい、お願いします。
あ、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 まあ、ピザじゃー、ほんと美味しそう。焼けてる胸、焼けてると思う。ピザカッターも利用してくれるなんて、いたせりつくせりだね。うん、これで500円、めっちゃ安くない？まして安い、あの巻きもね、うん、美味しい。レクチャーしてくれるからさ、うん、初めての人。おっ、うわー、めっちゃうまそう。あ、見て、かわいそう、いただきます。うまっ、残ってる。ほんと、いただきます。これが、うわー、すごい、なんで増えちゃう。ベーコンやば、めっちゃおいしいよね。おいしい、うまっ、やばい。あ、ピザ、これはまずにはいられない。朝からおビールかまします。どう？もう運転しません。はい、今日は私がします。いや、朝からこんなピザとビール最高なんだよね。お次は明太もちチーズ。おー、いやー、贅沢だな、最高だね。ね。これはいいわ。よかった、マジで。うん、借りてよかった。安いしね。安い。平日割だっけ？そう、平日割。どうぞ。明太もチーズ。お餅。うまい。あら、うん。明太子良さそう、うん、ツナと明太子、うん、わ、いい、これいらないわ。え、チロリン、ツナ明太マヨ、たらくんご、うん、どう？これもすごい、金取れるよ。スタッフ夫婦のピザハウス作るから。ビール飲みたいね。ダメ。ずる。これが非日常ってやつですよ。はい。めっちゃ腹いっぱい。ね、全部食べましたけど、やっぱもう2枚でね、お腹いっぱいですわ。さよなら。じゃあな、乙女さん。早く。いや。どう？学校今ので綺麗になったんじゃない？え？今ので結構滑り良くなったんじゃない？意味じゃね？その遊び方やめやましょうって言われるよ。帰るか。痛い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 。
あ、晴れてきた、ちょっと。それでは、今日はこれでおしまいです。今日はこれから、ちょっと贅沢なホテルに泊まってきまーす。疲れた？それでは、また今度、バイバーイ。チャンネル登録と高評価お願いします。